新時がチャンス JJ チャンネルです。どうも皆さんお元気でしょうか。岸田総理が次の総裁選には出馬しないとね、この発表をしましたね。とっても素晴らしい発表ですね。っていうか当たり前ですね。次も出馬をするとね、いうことやったらこいつは完全にアホですわ、はっきり言ってね。まあ、出馬しない、ちょっとタイミングが遅すぎたと思いますけれどもね。僕はそれで、話だと思います。出馬しないっていうのはええ話だと思うね。でも今日の動画はですね、その岸田がどうのこうのという動画にはしたくないんですね。弱って辞めていく人間を後ろからですね追い打ちしてぶった切るようなですね、まあ、そんなことは僕は嫌いなのでね、まあ、それはしたくないんですね。次ですね、僕はこの、衆院選そして総裁選に向けてですね、僕が思うことをちょっと動画にさせてもらいたいなっていうふうに思いました。僕は政治は苦手なんですね。政治の話は苦手です。予想するのも苦手ですね。ただ僕はですね、このように変わってくれれば本当にみんなが喜ぶんじゃないかなと。政治っていうのは誰のためにやってるかというとですね、国のため、つまり僕らのために政治ってやってくれないと困りますよね。そしてトップを張る人間っていうのは申し訳ないですけれども、自分の守るものは全部捨てて、家族も捨てて、自分の守るものは本当に全部捨ててですね、国のために命を捧げるというパッションを持ってる人をリーダーにしたいですよね。まあ、このようなところからですね、僕の考えている、次、今後すぐにはならないと思いますけれども、そうですね、できればこの10年ぐらいの間で、僕が言ってるような世の中に変わってくれればいいのになというで、自分の願いを込めた、ね、この赤マスク、変態赤マスクの願いを込めた動画にしてみたいなっていうふうに思うんですよね。で、まずですね、かわいそうやなと思ったのはですね、今回の岸田ね、退陣の表明ですけれどもね、やっぱり最後の最後まであかんたれでしたね。何があかんたれかというとですね、彼ってね、やっぱり話に説得力がないですよね。で、非常に僕はね、これ潔が悪い会見やったと思いますね。で、彼の話、なんで説得力がないかというとですね、ビジョンがないんですよ。示す方向がないんですね。この方向に行くからみんなついてきてくれというですね、ビジョンがないから熱意が感じられないんですね。パッションがないんですね。ゴルフやっててもですね、カップに向かってパットを打つときにですね、いつももうちびってる。いつもカップまで届かない。つまり勇気がない。ミスしたらあかん。勇気がないパットばっかしやっているね。まあ、そんなようなイメージだったんですね。つまり勇気がないのはミスしたくないから、ミスしたくないのはなぜかというとですね、守るものが多すぎるからなんですね。で、まあ、彼の話はここまでしときたいんですけれども、僕はですね、今回ですね、彼はやっぱりピンチがチャンスやったと思うんですね。今回辞める、彼が4年間総理をやってきて最大の見せ場だったと思うんですよね。ところが今回の会見ですね、僕はですね、今回の会見で彼がですね、言っちゃおうかな、辞める理由をはっきりと言うべきだったと思うんですよね。これを僕らは聞きたかったんですね。最後の最後にね、この言葉を聞いてたら僕らスカッとしたと思うんですよ。でも彼は言わなかったんですね、これをね。こう言ったらよかったんじゃないですかね。辞める理由は一言で言って支持率の低さですと。これだけ支持率が低い政治を、続けてきた私は責任取って辞めますと。ね、支持率が低い中で、政界を動かしていく、日本をコントロール、リーダーとしてコントロールしていく自信もないしですね、やっぱりパワーも出ないんだと。ね、本当に申し訳なかったと。ね、次の総理になる方ですね、ぜひ頑張ってほしいと思いますというですね、この分かりやすいコメントを出してくれたらね、あ、この人って、やっぱりね、ちゃんと分かってたんやなということでね、そうか、そうか、お前、支持率低かったけどな、あ、そうか、とこになるじゃないですかね。まあ、そうしてですね、最後に、なぜ、支持率が低かったかというとですね、こういうことで低かったんじゃないかなということを思っておりますということを言えばいいんですよ。それで僕らはですね、なんでもそうですよね。なんか悪いことしたやつがね、反省してですね、謝罪の弁を述べるとき、記者会見でもなんでもそうじゃないですかね。聞いてるときにね、謝罪の仕方が悪いとか、減ったら食ったら言うのが国民ですよね。だから今回はですね、謝罪会見でよかったんですよ。岸田文雄ね、どうもすいませんでしたと、こんなに支持率が低いね、僕は頑張ったんだけれどもね、やっぱりやり方がダメだった、守るものが多かった、短いパッドしかできなかった、ビジョンを示すことができなかった、ね。本当にダメな総理でしたということを言えばよかったんですね。
これを言わないままのね、会見でした。でもね、僕はね、辞めるね、人をね、後からブスッとやるようなことはやりたくないので、まあ彼の話はここまでね、しときたいんです。つまりですね、会見がしょぼかった。辞める理由をはっきり言った方が彼ね、人生の中でけじめがついたんじゃないかな。一旦蹴りをつけて水に流して次の人生を歩むということができたのではないかな、というふうにね、思った会見でした。何回もその会見を見直しましたけれどもね、あかんな、これではあかんなとね、かわいそうやな、最後の見せ場失敗したな、というふうに思っていました。ね、そしてですね、僕はですね、次の総理に誰がなるかとね、いうようなことはですね、僕は予想しても多分当たらないと思うんですけれども、勘です。なんとなく勘ですけれどもね、おそらく石破茂、河野太郎、この辺がもしも総理になるようなことがあれば、ね、総理になるようなことがあればですよ、僕はですね、早期解散をして頭が、チェンジすると思います。やっぱりですね、人間っていうのはですね、その人器というものがありますからね、この二人ではちょっと無理じゃないかなと思いますけど、わかりませんよ。とりあえずですね、一旦こいつらを頭にしておいて、そして次はというふうに考え、僕が、戦略の、今回の今の自民党の支持率から考えてですね、戦略的にはそうすると思います。一旦こいつら顔に立てといて、そしてあかんかったら一回もう一回解散して新しい顔っていうふうに分かったらやるんじゃないかな。だからもしもですね、石破茂とか河野、太郎がなるんやったら多分短いですわ、政権ね。ほんで、長くなるとしたら僕なんとなく雰囲気ですね、政治家の顔として、彼がどんな人間か分かりませんけれどもね、元木じゃないかなっていう気がします。でもこの当たるか当たれへんか分かんないよ。勘ですよ、勘ですね。で、まあ今日の話はこんな話が中心ではなくてですね、僕はですね、次の総理っていうのはですね、どんな総理が出てきてほしいかという話をしたいと思いますね。僕らが一番望んでるのは何ですかというとですね、今の政治を見直して新しい国会を作ること、こうなんですよ。ね。今の国会はあかんということをはっきりと前面にですね、明言してほしいんですよ。僕が総理大臣になるのはですね、味付けを変えるだけではないんだと。国会そのものを変えようとしてるんだと。例えばこういうことを言ってほしいんですね。日本も東京都知事と、そして、首相を選ぶのは国民の総選挙で選ぶ。この改革をするんだというですね、このようなビジョンを持った政治家が欲しいんですよ。これをですね、言っている人はね、今回の候補者の中、この候補者の中で一人もいないと思いますよ。ね、やっぱり日本のトップは、そして首都のトップは、国民の総意、総選挙で選ぶべきだというね、ことをですね、くじ引きって言ってる人は誰もいませんね。これをしないとですね、今の利権構造にみんなしがみついてるんですよね。で、政治家がなんでダメかというとですね、政治家という言葉が流行りましたけれども、なぜそうなるかというとですね、給料なんですよ。一回政治家になったら、それで生活をしている人が多いんですね。それで生活をするとなると、皆さんもそうでしょう。職場、こういうことをやったら、こんなことにチャレンジして、失敗したら会社を追われることになると思ったらですね、ビビってできないじゃないですか。会社の言うてることだけをやるようになるじゃないですか、人間っていうのはね。でも、それは仕方がないと思いますよ、会社だから。だけど、政治家はダメやと思うんですね。政治家は、僕はこう思います。やっぱり、ね、ごめんなさいね、お金のない人ごめんなさいね。政治家はやっぱりですね、政治で食ったらダメだと思うんですよ。政治家っていうのは命をかけてやらなければいけない。だからこのお金っていうのはですね、ゆとりのある人、俺は生活はできるんだと。政治、ね、僕は政治家をクビになっても生活ができるんだという人が政治家になるべきだというふうな思いがありますね。だけれどもですね、それができないのはみんな政治家になってるから、誰かの言葉を借りると政治家になってるからだと思うんですね。でですね、僕はですね、そう、どういうことをね、次の、僕が総理だったらというかですね、立候補するんだったらですね、ビジョンを掲げるかというとですね、今のままだと日本の政治はダメだと、国会はダメだと、だからこれは総選挙でトップを選ぶように改革をしたいんだと、そして今の政治家の中でダメな奴がいたらみんな首にしていくと、ね、言ったらですね、暴露総理大臣。ね、ガーシーやないけれども、これら悪いことやってる奴はみんな暴露するぞと、一掃するぞということで、ちょん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 首を切っていく。ね、そして官僚もそうです。天下りなんかも全部なくすぞと。ね、お前らまあ全部なくすら大変なことになるからね。まあ、絶対に必要な公益法人は残してですね、本当に全く動いていない予算だけ取ってですね、
あの、年金プラスアルファ、年金プラスアルファ、退職金、退職金みたいな、こんなわけのわからん、ね、この公益法人ですよね。行政、独立行政法人ですよね。こんなものを全部廃止していく。つまり、無駄なことは全部廃止して、新しい国を作るために俺は総理大臣になるんだというような人が欲しいということなんですね。そうしないとですね、何も変わらないんですよね。味付けやタレではどうにもならないんですよ。僕はですね、たこ焼き屋をやってですね、そういうふうに思いました。一緒なんですよ。たこ焼きを作ることもね、政治を作ることもね、政治を変えるということもですね、何が言いたいかというとですね、一生懸命ここベトナムなんですよ。ベトナムで僕はたこ焼きを作っていたんですね。そうしたらですね、本当に小麦粉、ね、たこ、ね、で、ネギ、天かす、ね、もう材料はそのまんま大阪ですから小さい時からたこ焼き作ってます。ね、ところがですね、なんぼ作っても、ね、水も全部違う。なんぼ作っても僕が、昔からこのたこ焼きはうまいなというね、その味にならないんですよ。で、水の量を変えてもですね、何をやってもソースもおたふくソースとかで、ね、使ってね、ほんと高いね、そのソースを使って味付けして、かつお節かけて味付けをしてもですね、何か違うんですよ。これやないとこのたこ焼きやだではないんだと思ってたんですね。そうなんですね。やっぱりですね、根本を変えなければ、今本当に美味しいたこ焼き作ってるんですけれども、根本を変えなければいけなかったんですね。根本って何かというとですね、たこ焼きってのは小麦粉なんですよ。もう小麦粉はね、これはもうベトナムの小麦粉を何ぼ使ってもうまいこといかなかった。で、仕方がないからですね、コストが4倍かかる日本の小麦粉でたこ焼きを作ったらですね、あの外はカリッと中をトロッとした、あの食感のたこ焼きができたんですね。そうなんですよね。たこ焼きと一緒なんです。小麦粉なんですよ、国会議員が。これを全部変えて、本物の粉に変えないことには、いくら味付けタレとかでごまかそうとしてもね、人事をちょこちょこ変えて、味付けを変えても、本当の小麦粉自体が本物でなければですね、これは変わらないかったんですよ、たこ焼きも。一緒なんですよ、国会も。何ちゅう話をしてるんや、いうことなんです。なんとなくニュアンスは伝わってますかね。ということでですね、まあそんな感じで僕はですね、次の総理のビジョンはですね、今までみたいなですね、経済を成長さすとかですね、そんな話ではなくてですね、僕はこう思います。僕はですね、これを目指してるとね、国民全員が政治に興味をなぜ持たないかというとですね、トップを自分の一票で選ばれへんからでしょと、これを言ってほしいんですよね。トップは皆さん方、国民の皆さん方の投票で選んでくださいと。投票率上がりますよ。みんなぐちゃ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 言うてるね。あの政治家あかん、この政治家あかん言うてるけれどもやね。自分の一票が総理大臣を選べるんだったら、自分の一票が東京都知事に投票できるんだったらですね、これは面白い。そして政治家もですね、4年に1回、本当に国民の支持を得た人がトップになるわけですから、言うこと聞きますよね。で、国民の支持を得るトップを得た人がですね、あかん政治家は全部ちょん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 切っていくぞと、国民のために命を張れるやつ、そいつらがついてこいと、こうやってビジョンを示すんですね。ビジョンを示すんですね。どんなビジョンを示したらいいかというとですね、右手には国際社会、ね、副総理大臣には、とにかく毎日国際社会と、ね、連携を取れということでですね、もうこの G7 とかもう関係ないんですね。もう言ったら第三国、後進国、いろんな国に飛ばすんです。そして諸外国とものすごく外交に力を入れる。これをやるんです、右手にね。そして政治ですから左手は簡単ですよ。弱者のためにやるんですね。とにかく弱い者の味方をするんだという政治を打ち出すんですね。困った人がおったらね、日本、この政府に任しとけと自信を持って言ってほしいんですよ。困った人を食べれない人をね、食に困ってる人おったらね、俺たちは弱者のための政治をする、ね、そして国力を強めるためにですね、国際社会に打って出ると、この2つ右手と左手をかざして、そしてこの総理大臣は民間からこの右手と左手を示すんですね。右手はこいつに刺す、左手はこいつに刺す、俺がやることは簡単やと、俺がやることはこの小麦粉全部一掃して本物に変える仕事をする。そして2期3期務めた時にはですね、総大、もう言うたらトップはですね、国民投票で決めると、これをやるんですね。そしてですね、僕が総理大臣になった時にはね、こういった、
ことをですね、みんなに真意を問うために、解散総選挙をやるために、このトップを国民投票で選ぶための総選挙をやるための総理やと。だから解散するぞということを前提にですね、前提に命かけてもやるということを前提にですね、総理大臣になるような人、つまりここまで改革ができるような人がトップになってほしいというふうに思うんですね。やっぱりですね、日本がですね、イカ様をやってるのはですね、やっぱりこの、大統領制ではないということですよね。民主主義だ、民主主義だと言いながらですね、大統領制もやっていないということですよね。で、僕は前も言いましたけれども、東京都知事に関してはですね、日本のほとんどが東京に集中している。これも東京都民だけで決めるってのはあかん。東京都知事もやっぱり代表制にあかんなとね、これ世界で類を見るですね、国になりますよ、こんなことをしたらね。日本のね、やっていくリーダーがですね、俺がなんでリーダーになったかというとですね、国会をぶっ潰して、日本を新しい日本に変えるためやと、小麦粉を本物に変えるためやと、そして俺はそのための本物のタコになるんだ、いう人ですね。やっぱタコなんですよ、タコ焼きはタコなんですよね。タコがですね、小さくて冷凍のタコやったらですね、出汁が出ないんですよね。このタコから出るこの出汁がですね、このカリッと中のふわっとしたところにこのタコのこう出汁が出てきて口のところジューシー、このタコ焼き、そうなんですね。明石のマナコの大きく切ったタコをボンと入れるんですね。そしてですね、天かすがですね、官房長官です。天かすが官房長官ですね。そしてネギね、ネギが副総理ですね。まあ、このようにですね、もう何の話をしてるんやいうことになってきましたけどね、もう一緒なんですよ。僕、たこ焼き作ってて思ったら一緒なんですね。そしてですね、このたこ焼きをですね、上手に焼けるかなーっていうふうにやるの、これが国民なんですね。皆さんの目で見てね、美味しいたこ焼きかどうかっても、これ味見してね、美味しくなかったらあかんと。たこがあかんと。ね。で、そういう大臣変えたらいいんですね。変えたらいいんですね。小麦粉があかん。何々があかん。ネタ真剣になると思いますよ、ということですよね。そうしたらですね、やっぱりですね、投票率が上がるんですよ。これをするとね、そんなパッションのある、情熱のある政治家が出てけへんかな、っていうふうに思うんですね。ほんまに思いませんか、皆さんね。今の根本を変えなあかんんですよ。ね、つまりね、政治家。ね、これ誰かの言葉を書いたら一番わかりやすいね、政治家っていうのね。政治で食べてる人も一掃するということなんですよね。そして、ね、生活とは別に政治を真剣に命をかけてやってもらうということですよね。その結果、ね、生活できたらいいじゃないかっていうことなんですよね。そしてですね、日本はですね、やっぱりですね、官僚、この官僚機構も変えなければいけないと思います。ね。つまりですね、これだけ国力があるんです、日本はね。これだけ国力のある税金をずわーっと吸い上げて、お金があるんですけど、使い方が悪い。やっぱり困った人に使う。国際社会に使う。そして強くなっていくということですよね。そしてリーダーは、そのようなビジョンをバーンと示せる人。迫力のある人ですね。言葉一つ一つに力のある人。やっぱりリーダーっていうのは、僕らがこの人やったらね、失敗しても構わへんわとね、パットをちょっと打ってカップに届かへんようなパットばっかりするんじゃなくても、オーバーしててめえからガッツリ打ってくれるね。パッターを打ってくれるのね、ドライバーをバカーンと飛ばすようなですね、こんな人がリーダーに欲しいですよね。そして僕らは4年に1回それを審判下すことができる、これでいいじゃないですかっていうことですよね。うん、政治に詳しくない僕はですね、たこ焼きを焼きながらですね、今回の政治のことをですね、イメージしたんですね。やっぱタコ買えなあかんな、小麦粉買えなあかんないことなんですね。だから僕ですね、今回ですね、タコ焼きを作っていてですね、本当に美味しいタコ焼きができたのは根本の小麦粉を変えたからです。で、この小麦粉も1キロですね、買うとですね、こっちの原価120円なんですよ。ところがこの120円のベトナムの小麦粉ではダメだったから、この4倍する小麦粉、日本の小麦粉に変えたら美味しいものができたということからの経験で、今日はお話をしているということですね。ということでですね、いつか僕は日本を大きく変わるためにはですね、このように私は総理になるのは国を変えるために、要するに直接投票制、代表制ね、代表して選ぶような国民投票ができるような、このような国を作るためにトップになります。そして右手には国債、そして左手には弱い者のために、これでまずは私は総理大臣になるんだということをやってほしいなと思うんですね。無駄を省くということですね。蓮舫がですね、民主の時にですね、なぜ人気が出たかというとですね、今までの無駄を全部省いていくという刷新をしたから、彼女は一躍注目を浴びた。これを本当に政権を取ったトップがやるべきだと思います。日本よ、変われよということですよね。はい。いかがでしたか？今日は暑いですね。この赤マスク暑いですね。クーラー切ってますね。めっちゃ暑いですね。そろそろ動画の方で、止めたいなというふうに思いますね。
ということで、今日のね、動画ね、面白かったですかとね、評価を聞きたいと思いますね。皆さん僕の話を聞いてどう思いましたか？皆さんもそう思いませんか？今日の、話は皆さん、面白かったですか？はい。はい。なるほどね。赤マスクね。赤い顔して話したのわかるけれどもね。あんまりね、面白くなかった。いつも通りですか。どうもすいません。ということですね。はい。頑張って面白い動画作れるように精進していきたいと思いますね。そしてですね、今週の土曜日、8月の17日の土曜日の夜の10時からライブ配信したいと思いますね。こちらベトナムから一人ぼっちのライブ配信をしたいと思いますね。皆さん方のやり取りをしながらコミュニケーションやりましょうよ。そして夏ですから、怖いですから、暑いですからね、僕の怖い怪談話もしたいと思いますから、ぜひ皆さんですね、夜の10時から土曜日ですね、遊びに来てくださいということです。はい。そこのあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、JJチャンネルでした。